はい、では行きましょう。平均値の定理と不等式ですね。ここでどういう問題あるかというと見てみてください。こんな感じで x 座になりログ括弧 x 足す1 x 座になり0を fx イコール x マイナスログ括弧 x 足す1と置き fx 引く f0 に平均値の定理を適用して証明せよと。平均値の定理っていうのを使ってある不等式を証明してくれっていう問題なんですね。で、そもそもこの平均値の定理っていうのは何やったかっていうのをもう一度再確認しておきましょう。ごめんなさい。平均値の定理っていうのは関数 fx っていうのがあって、平区間 ab っていうのは、これは a 小なりイコール x 小なりイコール b のことでしたよね。で、連続かつ回区間っていうのはイコールを含まないバージョンでしたよね。で、微分可能ならば f'c イコール b-a 分の fb-fa を満たす定数 c が、これもまた、回区間です。こいつですね。a 小なり x 小なり b の間に少なくとも一つ存在するっていうのが平均値の定理でしたと。で、まあ、これだけ聞いたらね、一瞬何のこっちゃわからんよっていう人もいると思うんで、一体これ何言ってるかっていうと、これが関数 y イコール fx やと思ってください。関数 y イコール fx です。ね。そして、この b-a 分の fb-fa っていうのは何を表してるかっていうと、これは x の増加量ですよね。こっからここ、この点からこの点における x の増加量。そして、分子は同様に y の増加量を表してるよと。ですよね。つまり、この fx の点においてこの点とこの点の傾きを表しているのがこれなんですね。そして f' っていうことは何かっていうとこの fx の接線の傾きです。つまりこの式は何を意味しているかっていうとこの傾きと同じ傾きの接線っていうのが少なくとも一つは存在するよ。この例で言うと、例えばこの辺にこれと同じ傾きになる接線あるし、こっちの方にももう一個ありますよね。こっちの方にももう一個あるよと。これが少なくとも一つっていう意味なんですね。こういうふうにあるよと。っていうことなんです。OK でしょうか。ね。で、これが平均値の定理でしたと。もうちょっと詳しく知りたい人はね、平均値の定理について説明しているところがあるんでね、動画があるんでね、以前の動画です。そこを調べてみてください。とにかくここではまあ、これが平均値の定理やったっていうのを思い出そうっていうことです。b-a 分の fb-fa。この傾きと同じ傾きになる接線が少なくとも一つ、この a と b の間に存在するよと。そういう地点 c があるよっていうことでしたね。で、一体全体これを不等式の証明にどうやったら使えんねんっていうのが僕らの一番の疑問ですよね。ただまあ、こんだけ言うてくれてんねんか、やはり、ね、fx-f0。平均値の定理を適用して説明せよっていうことは、僕らはこの関数において、x が0の時と、x が、まあ、x 座標が x っていうのも変な話ですけれども、っていう、この2つの点において、ね、接線の傾きと同じになるっていうのを調べていけばいい。っていうことがわかるんで、やはりこれを考えるんやろうなと。ね。それをまず一番初めに思うべきなんですね。ここまで言ってくれてるから。平均値の定理を適用して説明せようって言われて、僕ら平均値の定理を思い出すと。あ、そうかそうか。これは b-a 分の fb-fa。ね、この傾きと同じになる接線の傾きがある。だからやはり b-f 分の fb-fa を考えなあかんなと。それを考えるにあたって、このヒントですね。fx-f0 って言われてるんで、あ、そうかと。x-0 分の fx-f0 イコール f'c を満たす c が、この0と x の間に少なくとも一つ存在するんやろうな。っていうことをまず思えばいいんですね。で、あとはまあ証明なのでね、この平均値の定理を使うためには、ね、この fx はこの平区間において連続かつこの回区間において微分可能。ね、これのわけがわからない人は先ほど申し上げました通り、あの平均値の定理の動画、ね、平均値の定理だけを説明した動画があるので、そこを見てください。微分可能なので平均値の定理よりこれを、が言えるとね。こんだけ言わなあかんのが大変なんですね。そしてあとはこれを使うためにもう一番最初に f'x を求めておこうということで、この問題にこの回答に関しては f'x を一番最初に求めてますね。これの微分とこれの微分なんでこうなりますよね。ここはもうどんだけ微分に足りているかです。これで下準備が全部整ったんで、あとは実際にこれの計算をしていくんですね。 fx っていうのはこういう式やから、ここ f0 があるんで、その x に0を代入して値を計算しておこうと。0-log1。log1 は0ですよね。
これも OK ですよね。ログ1っていうのは、定が E である対数です。E を何乗したら1ですかっていうことやから、当然これ0乗ですよね。だからこれ 0-0 で0です。OK ですか？で、あとは F'C。なんでこの F'X の式に C を代入した？ 1-C+1/1 ですね。で、このままじゃ見にくいなっていうことで、これ通分してます。1っていうのは C+1/C+1なんで、分母 C+1 で統一して C+1-1 になって C+1/C になってるんですね。つまり全部整理できました。この平均値の定理において X-0 分ののこの分母は X になる。分子 FX はそのままこの式が来る。X-6+X+1 ですね。F0 はどうやったかっていうと0。F'C は何やったかっていうと C+1/1。なので、これが言えるんですね。X 分の X-6+X+1 は C+1/C と。で、こっからさあどうしようなんですけれども、僕らが目指す形っていうのはこれなんですね。X 代内ログ X+1 を言いたいと。今僕らはどんな状況にあるかっていうと、分子にその形が、似た形があるんです。ね。つまりこれを言いたければ僕らは、X-6+X+1 が正だっていうことがもし言えれば、これを移行すればもうなりますよね。で、僕らが目指す形でこの X-6+X+1 が正っていうことを言いたいんです。ね。だいぶ近いじゃないですか、今。ここ。ここまで。で、ここで、この C+1/C っていうのは何やと。邪魔ですよね。何のために使うんやろって考えたら、あ、そうかと。C っていうのは、これですね。0と X の間にある。つまり C は絶対正なんです。C は正なんですね。C は正っていうことは C+1/C も正ですよね。つまり今回この平均値の定理でこいつをどう使うかっていうと、これが正だ。この X 分の X 引くログ X+1 は正だっていうことがわかるんですね。これであと一息です。X も正。ということは、ここまでいきゃ、これ分母払えば、X-6X+1 も正って分かりますよね。これかける、両辺をかける X 倍してます。ね。そしたらこっち分母 X 消えて、こっち 0×X なんで0と。で、プラスをかけてるんで、符号は変わらないと。で、あとはこれを移行すれば完成っていう流れですね。はい、ということで、ここでは平均値の定理と不等式について見ていきました。これ一回聞いただけじゃ多分難しいと思いますね。慣れるまでが大変ですけれども、慣れりゃね、この平均値の定理を利用した不等式っていうのは、二次とかでも結構出てくることもあるんでね、ぜひぜひ、マスターしておきたいところです。やはり、まあ、こういう形ですね。まあ、今回は平均値の定理を利用してって言ってくれてます。けれどもね、まあ、このログがある時とか結構平均値の定理を使う時がすごい多いんでね、ログの不等式は平均値の定理を疑うっていうふうに思っててもいいかもしれないですね。あとはね、自分でも脳ヒントでできるように類題を見つけてしっかり練習しておきましょう。